疲れた。もうやだぞ俺。ガキのおもりはゴリゴリだ。冗談じゃねえ。ナイト君大丈夫？これ7種目くらいは制覇したんじゃない？ひどいパワハラも多かったね。なんか悪意を感じたよ。パワハラか。うまいこと言うね。いろいろときつかったわ。もう若くないのかしら。ねえねえ、ほら、ヒステリックバースでフロア案内ボードを見てよ。ん？あ、クリアしたところがペケついてる。こんな仕掛けあったのね。あ、あった。あそこにあるボードだよね。ね、クリアした催し物すべてにチェックマークがついてるの。本当だ。全クリしちゃったんじゃない？これ。おお、本当だ。みんな頑張ったね。やったじゃん。ね。もうくったくた。マユ、大丈夫か？ほら。ありがとう、シゲニ。そうだよな。森重と鈴本って仲良かったし、この学校に飛ばされてからずっと離れ離れだったみたいだし。あー、疲れた。おー、疲れた。かゆいな。でもさ、なんだかんだ言ってちょっと楽しかったね。あ？マジか？と一緒にいられて楽しかった。そうだな、納得のいかないことばかりだったが、その点は否定しない。舞台に映画の助監督だもんね。しげにかっこよかったよ。よせよ、からかうのは。違って特別なループなの。今日が終わり次第全部なかったことになって元に戻るから。二度と会えない人もいると思うので、今日だけは十分堪能してね。
終わるのか。セイコ。大丈夫だよ。最後はこうなるって分かってたもの。ちょっとの間でもまた一緒にいれて嬉しかった。ここで泣いたらナオミをまた心配させちゃうから、だから泣かない。楽しい記憶だけいっぱい心の奥に刻む。なんだ？またスクリーンが。そうですね。小学生の時かな。恥ずかしいな。ドキドキした。そうね、みんな頑張ってくれた方だと思う。楽しかった。うん、楽しかったな、幸子。そうですね、全部面白かったけど、あえてあれかな。これ、まあまあ面白かったかな。俺ばっかひどい目に遭うのな。どんまい、岸沼くん。そうですね。覚えてないのか。私たち、あれだけひどい目に遭ったのに。あれかな、動くビーチフラッグ。怖かったんだぞ、バカにするな。でもさ、どうかと思ったよ。あれは学校中走り回ってももがパンパンになっちゃった。ビキニを着たのはちょっと刺激的だったけどね。え？あれ面白かった。なんだよその残念そうな効果音は。ああ、三国さんの性的嗜好が露呈してしまった。残念な催し物だな。ちょっとドキドキしちゃったのは内緒。ねえ、俺ばっかりひどい目にか。確かに岸沼くんは体を張ってた気がする。だろ。俺、お前が分かってくれてんならそれで。ライトくんはなんというか安心感があるのよね、リアクションに。うん、嬉しくねえよ。絞れない。みんな頑張ったんだもの。誰か一人なんて選べない。驚きだ。まさかあの幸子ちゃんが大人みたいなコメントをするなんて。何がおかしいんだよ。別に。うわっ。
今時それはどうかと思うよ、幸子ちゃん。番組におけるネタの鮮度っていうのはね。で、おい！まだ僕喋ってるのに。バカにしてんのか？みんな、お疲れ様。文化祭楽しんでくれたかな？催し物は全部終わったけど、最後に幸子ね、お願いがあるの。お願い？ちっ、まだなんかあんのかよ。文化祭も全部終わりか。楽しんだどころか、苦しんですらいないよ。俺たち、一回も声かからなかったもんな。ま、ミンコがそばにいるから平気だけどよ。最高だな、俺ら！ちょっと二人とも、ちゃんと聞いときなよ。ほら、ギャルゲーしまう。サチコね、泳げるようになりたいの。浮き輪がないと溺れちゃうんじゃ、クラスの子たちに笑われるから。クラスの子？あ、って、もしかして生前の記憶？だから、みんなを見込んで一生のお願い。待ってるから、一回西校舎にあるプールに来て。幸子を泳げるようにしてほしいの。待ってくれ、幸子。プールといっても、みんな制服だし。大丈夫。ちゃんとみんなの分のスクール水着も用意したから。マジで？こっち見んな！すく水だと？おお！うちの学校は室内プールであるがゆえに、壁に阻まれてついに見ることができなかった俺の破れた夢が、今！ It's just a dream じゃないか！キモいんですけど、覗き予備軍の異常者だって訴えますよ、クズが。ねえ、ナオト？はぁ、はぁ。ジュル。さやかも目、怖いよ。サチコ。早く来てね。みんなでサチコに、泳ぎを教えること。教えること？ああ、決め事か。子供みたいな物言いだね。ま、実際子供なんだけどな。どうする？誰か行く人？なんだよ、幸子のやつ。俺たちをダチかなんかだと思ってんのか？言うこと聞いとかないと殺されそうだったから仕方なく言うこと聞いてただけなんだけどな。もういいんじゃね。文化祭の種目じゃなくて、今度のはただのお願いだろ。アフターまで聞いてやる筋合いはねえよ。でも幸子さん、ずっと笑ってて楽しそうだったよね。本当は友達が欲しかったんじゃ。人をひでえ目に合わせて面白がってただけだろうが。ダメだよ、さやか。たとえ君の言う通りだったとしても、あの子には恐怖で人の心を縛っても友達は作れないって教えてあげなきゃいけないと思う。そっか。全然寂しくない。
とも悔しくない。はいや、ぷか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 。今日なんか泳げる気がする。泳ぎたいな。わあ。わあ。テクノボー、くの、くの、どうして？どうしてよ、サチコ、サッちゃん、お母さん、どうして？みんな来てくれない。いい子ね。どうして？どうして？どかわいそうに、わからないのよね。あの、お母さん？強い恨みの念のように、心の奥底に切り離されて閉じ込められたあなたの心、毎年誕生日のこの日にだけは自らの呪いの支配が弱くなるあなたの心、時折見せるあどけない顔が本当の幸子、あなたなのよね。さん、泣かないで、お母さん。お母さん。お母さん。けれどあなたが被害者の子たちに強いている虐待は今日もあまりにひどかった。今さらあなたのお願いに応えてここに来てくれるなんてことは。あっ！みんな遅くなったけど、誕生日おめでとう、幸子。おめでとう。サチコさん、プール綺麗にしてくれたんだな。サブー、遅くなってごめんね。みんなで誕生日プレゼントを用意していたの。はい、
この骨人形知ってるかな？カラベラって言うんだけど、お芝居の時の大道具で使った発泡ウレタンを削ってみんなで作ったんだよ。カラベラには死後も陽気に自由にって意味というか願いが込められているの。苦しんでいるあなたの心が休まるようにと。俺も作ったんだぜ。右手の骨、リアリティを追求してみたんだ。俺は左太ももの骨、すっごいよくできてるだろ。はいはい、いちいち張り合わないの。チェーンは私のだよ。大事にしてくれると嬉しいんだけど。さあほら、つけてつけて。難しいかな。つけてあげるわ。おお、似合う似合う。似合いすぎて怖えくらいだ。ヒカルって人気あんだぜ。クールだからな。さーて、みんなで泳ぎ教えるよ、幸子さん。え？俺は中途半端なことは嫌いなんだ。最後まで付き合うよ。泳げるようになりたいんだよね。勇気を出して。まずは足のつくところで浮き輪を捨てることから始めよ。大丈夫、私教えるの得意だからさ。弟や妹たちをぐんぐん泳げるようにしてきたんだから。幸子、お前泣いてんのか？泣いてない、殺しちゃうぞ。よし来い。ヒステリックだな、幸子ちゃんは。この子たちは底抜けに。いっていって、詰め立てるな。幸子さん、スクミスマーチ似合う。紳士ホイホイかね。優しい子たちだわ。しょうがねえな。ほら、泳ぎ教えてやるよ。浮き輪は私が預かるね。ファイト。幸子、俺の背中に乗せてあげよう。おいで。なんかちょっと水着のサイズが大きいの。私も胸が見えちゃう。私もです。私も。おお、うまいうまい。やるじゃん。フクロウより泳げてんじゃない。うまい、うまい。ああ、水着のサイズが大きいだけよ。私の胸が小さいんじゃない。私悪くない。篠崎さん。ラフちゃん、離れたくないよ。
さやか？さえのきさん？何を言ってるんだい？嘘だろ。もう会えないなんてさ。みんなして、一体何？わ、さやか？え？やだよ！さやか。なんだかよくわからないけど、胸騒ぎがするんだ。一人になっても負けるなよ、自分に。今日が終わっても美月さんやみんなと一緒に合流して脱出しよう。ああ、お前も自分の身を守れ。食いかね。さつきちゃん、なにブルー入ってんのさ。一緒に帰れるんでしょ。え、なに、なんで泣いてんの。ダメなの。は、ちょ、何言ってんの。帰れないの。やだ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 。さつきちゃん、できた。サチコ、それが悲しいという感情よ。あなたがみんなと離れたくないように、みんなも離れたくないの。もうすぐみんな楽しかった記憶も消えて、あなたからも離れ、また地獄へと戻されるのよ。
なんだろう、変な夢見てた気がする。思い出せないや。おい、デクノボ、また何人か捕まえて来い。今日はそうだな、保健室が寂しいから人体解剖標本を作るぞ。行け、早く。薄のろが。殺したいほど何かが欲しい。幸子が寝ている間に何があったの？よく見えないけど、頭の裏側に場面が焼き付いてる。人がいっぱい。水着？全然わかんない。ムカムカする。こんなの欲しくない。みんな殺してやる。
始めよう。みんな、アズサに言われた通り用意してきたか？ああ、バッチリだぜ。俺はまじないの類はあんま信じねえけどよ。こうやって4人揃うのが残り少ないって思うとさ。ちょっとトッシー、二度と会えないみたいな言い方やめてよ。思い出とこれからを大切にしましょうって考えてくれたんだから。まあまあ、ラン落ち着いて。メンズ職員はちょっと恥ずかしいかもしれないけど、そういう思い出の方がアンに忘れないものよ。さすが、うん、私は嫁と転校先でもラブラブ生活だけどな。いいな、セントクルスって名門女子校だな。そう、はい、そうだよ。見直すといいぞ。あずさはともかく、ランまでミッション系お嬢様学校ってのがどうかな。幼稚園の方が違和感ないぜ。マリア様じゃなくてマニア様の方が見てそうだ。トシヒサとケンタロウは転校先決まっているの？俺は遠くの町まで通れないし、家を継ぐんじゃね。まあ、進学か就職か決心すればいいここだってさ。将来のことを考えて。すごいね、トシヒサは。ああ、うん、この庭に残るのはこれだけか。もうすぐみんなと会えなくなるのはやっぱ寂しいぜ。トシヒサ、俺もいる。え、そうなの？お前、薬団への転校が決まったって噂は聞いたぜ。いや、それはやめたんだ。この村を離れたくなくてな。あ、いや、別に村を出て都会へ行くのがいい悪いじゃなくて、俺個人の感情なんだけど。私だって本当は都会になんて行きたくなかったわ。みんなとの思い出が詰まったこの村は何者にも変えがたい故郷だわ。そうだぜ、どこにいたって俺たちは繋がってんだ。まずさ、そのために今日おまじないってのするんだろ。うん、みんな持ってきた布を出して。ほら、ランも起きて。ラン、ランちゃん。ごめん、びっくりして気絶って。ほんとなんてアズサのこと好きなんだな。なんだその両手ピース。ランが起きたら始めようか。アズサ、やり方の説明を頼むよ。高校2年の夏直前、突如聞かされた菅谷高等学校廃校のニュース。生徒の数が少ない田舎の学校にはよくある話だ。しかし、降って湧いたような突然の別れに納得がいくわけがない。いつも明るくてノリのいい友達、後藤俊久も今まで見たことがないような悔しさと諦めの入り混じった表情を見せていた。
この夏が終わる頃にはもうみんな別の場所へ行ってしまう。一緒に過ごした大切なこの場所を、絆を心から大切にしたいと願った。そんな中、幼なじみで4人のまとめ役でもある高井あずさの提案により、青海府の約束というものを行うことにした。横島な感情、そして悪い運気を全て布に込めて流してしまうというまじないらしい。一部の女子の間では割と流行ってたらしいが、俺の年下も今一つ実感がわからなかった。そんな時、とびきり賑やかな小林蓮が目を覚ました。あずさを嫁と呼んで、いつもそばを離れない。だが肌から見ていると、この二人、どちらかといえば夫婦というよりは母と娘だ。素直に行動できる蘭の性格を、時々羨ましく思うこともある。さあ、布を一つに繋いで。ちゃんと名前書いてきたのね。嫁といつまでもいられるように大きく書いた。あまりはっきり言うと効果が薄れるって言うわよ。でもさ、でもさ、私知ってるの。幸せな幸子さんっていう、俺とそっくりの生まれ。そうなのか。あっちは友達が離れ離れにならないようにするってのに特化したおまじないだけど、こっちはそれだけじゃなくて、悪いもんを全部流すんだろ。一緒に俺たちの名前も流すのって変じゃねえか。祈りを乗せた青海府が悪いものを流してくれるか、川も浄化されてきれいになるということかもしれないな。その中心部で結ばれた絆はきっと強い。うわ、マスクの光もびっくりだ。川に流すわよ。私たちいつまでも。おう、いつまでも一緒だ。せーの、メイヨンフレンチュマスクウェア。川の水は緩やかに流れる。俺たちもこんな風に生きられたら。私怖いよ。みんなどこに行ったの？持田くん、私を助けて。絶対に諦めるなんていつもみたいに元気つけてよ。私はここよ。篠崎あゆみはここにいるわ。わかったから、サトシもきっと会えるって。どうしてそんなことがわかるの？いやなんとなくだよ。いい加減なこと言わないで。ちゅ、こいつはきつい物言いが多いが、心の底では誰に対しても思いやりを持っている人間なんだ。こんな俺にすら。それがこの1時間ぐらい前から完全に消えてしまっていた。
またか。おい、大丈夫か。しっかりしろよ、篠崎。あんたじゃない。町田君を呼べ。次の方どうぞ。何言ってっかわかんねえよ。そこまで。お、目を覚まして。 My precious lord, give her the light of merciful purgation from ShinsRelease the seal! し、篠崎、大丈夫か?危ないところだったわ。この辺りはいつの間にか心の中に潜り込む太刀の悪い悪霊が多いの。悪霊が?なるほど。それで篠崎の様子が。よくわからないけど、助けてくれたの?ありがとう。あなたもここに迷い込んだんですか?迷い込んだというか、飛ばされてきたというか、おそらくあなたたちと同じよ。そうなのか。俺たちは幸せの幸子さんってまじないでここに飛ばされて。幸子さん?おまじない?似たような奴が全国にあるってことね。あ、自己紹介がまだだったわね。私は高井あずさ、セントクルス女学院の2年生。ああ、同学年なんですね。私は如月学園の篠崎あゆみ。こっちはクラスメートの岸沼よしきだ。いきなり情けないとこ見せちまったな。すまね。あなた、彼女のナイトならちゃんとお守りしなきゃ恥だよ。騎士って名字に名前負けしてるわ、ナイトくん。え?な、何言ってんだよ。最初から、そのつもりだ。つうか、岸辺の岸に沼地の沼で岸沼だ。ナイトなんて恥ずかしい呼び方やめろ。ちょっと、やっと悪霊以外の人と会えたのに、余計なことで争わないで。だと?はいはいはい、喧嘩しないの。あ、ごめんなさい。高井さんってこんなとこでもしっかりしてますね。すごいです。同学年なんだから敬語はいらないわ。私のこともあーちゃんとか気軽に呼んでね。よろしくね、あーちゃん。女ってのはすぐ慣れ合うよな。俺は適当に呼ばせてもらうぜ。いいわよ。よろしく、あゆみちゃんにナイトくん。はあ、だからその呼び方やめろって言ってんだろ。何言ってんのよ。さっき言いそうになってたじゃない。彼女を守るナイトになりたいんでしょ。あゆみちゃんのこと好きなのはマリア様じゃなくてもすぐお見通し。この女やりづれな、なんだよ。だって岸沼くんとすぐ仲良しになれる女の子なんてかなりレアじゃない?とってもいい感じだわ。お似合いよ。ズコーン!
じゃあ愛しの子は相当な天然さ。ところで、あーちゃんのそれ十字架のやつかわいい。ありがとう。でも未だに驚いているわ、霊を鎮める力があるなんてね。そうなのか。俺はてっきり女子高生霊道探偵みたいなノリでやり慣れたことだとばかり。何それ。魔法とかおまじないの類と一緒で、こういう力は信じるっていう思いの強さが重要なのかもね。あら、あゆみちゃんの持ってるのは、あーちゃんみたいにすごいことはできないけど、一応護符と聖水は持ち歩いているの。十分よ。それですぐに襲われなかったのかも。はあ？さっき霊に取り憑かれていたろ。役に立ってんのかよ、本当に。もうナイト君、こういう時にこそこの私が全てを守る盾になりましょうとか気の利いたこと言えないの？言えるか。それによ、すでに守れなかったわけだし。大丈夫よ。これからちゃんとナイト君が歩美ちゃんを守るの。絶対に諦めちゃダメなんだから。諦めない。そうよ、持田君もそう言ってたじゃない。持田君っていうのはクラスメートの男の子で、いつもはぼんやりしてるけど本当はとっても頼りがいがあって素敵なのよ。ね、岸沼君。おう、またサトシかよ。ほうほう、ライバルまで兄弟なのね。ナイト君、頑張っ。あーちゃんたちもおまじない失敗したの？まさか。きちんと完璧に成功したわよ。私のやることだよ。かっこいい。そのせいでこんなところに閉じ込められてちゃはめられたとしか言いようがないけどな。それにしても不気味なところね。気持ち悪いったらないわ。はい、この学校の至るところにその遺体があって。これだけたくさん転がってりゃ嫌でも見慣れてくるさ。とにかく俺たち以外で生きてる奴に会えて少し安心したぜ。そうね、二人でずっと不安だったもの。で、その遺体の近くにいつも遺留品っていうのかしら、何かを必ず発見するの。壁に何か書いてあったり、紙切れが落ちてたり、大抵がメッセージの類だな。こんなところに閉じ込められたんだから不安で苦しくて辛かったんだろうね。私もいくつか見つけたわ。これなんだけど。これは？学生証？ね、一緒に飛ばされた友達のものよ。それがあるってことはまさか。うん、持ち主の亡骸は近くになかったの。だからって生きてることが分かったわけじゃないけれど、みんな必ずこの学校のどこかにいるって私は信じているわ。そうか、早く会えるといいな。
篠崎？どうした？おい！あゆみちゃん？篠崎？大丈夫か？あゆみちゃん？ごめんなさい。もう平気。この学生証を持った時に息が上がって、それで見えたの。え、どういうことだ篠崎、見えた？まさか。あゆみちゃん、あなたの霊力かなりのものよ。十字架が光ってる？おい、篠崎！あーちゃん、多分私今あーちゃんと同じことを考えてる。そうね、これは。え？残留思念洞察能力サイコメトリ。はぁ？奈穂さんのサイトに載っていたわ。死者生者問わず心ある者の思念は強力なエネルギーを放っている。その思いが強ければ強いほど触れていたものや空間そのものに染み込んで残っていることが多いの。その思念を読み取る能力をサイコメトリーと呼ぶんだけれど、なぜあゆみちゃんが今それに覚醒したのかしらね。感受性が強いから、一時的なものなのかもしれないわね。映っていたのは小さい女の子、明るくて楽しそうだった。それとあーちゃんがいたわ。いい感じよ。学生証の持ち主は小林蘭。もし今一人どこかで泣いているのかと思うと胸が痛むわ。同じクラスの子なの？いいえ、でも前の学校から一緒に転校してきた友達なのよ。篠崎、ちょっとその学生証を見せてくれよ。うわぁ、本当だ。確かに小林蘭って名前だ。何よ、大きな声出さないで、びっくりするじゃない。これ数だね。ランちゃんと一緒にあーちゃんが見えたのはこのせいか。熱心でしょ。ちょっと行き過ぎちゃうこともあるけど、素直で優しい子なの、私の友達。おう、探しましょう。他にも手がかりがきっとあるはず。一緒に探してくれるの？今さら何言ってるの、当たり前じゃないね、岸沼くん。おう。もうさっきからおうしか言ってないじゃない。やる気出してよね。おい、始めましょう。岸沼くん大丈夫？なんかリアクションが変だよ。さっきからおかしいんだ。俺を動かしている存在がいて、そいつから得体の知れない悪意を感じるようなさ。変なこと言うね。なんだろう、悪意っつうか愛情を感じながらも
いじめられているような。まだ行かないの？行きます！カビ臭い部屋だな。マスク欲しいね。喉がイガイガする。なるべく鼻で呼吸して息を大量に吸い込まないようにしましょう。さ、調べるわよ。いないわ、この花。本当だ、蘭の花だな。綺麗に咲いてやがる。蘭？残留思念、読んでみるね。頼む。あったかい。え？花に込められた思いが流れ込んでくる。あずさは悪魔なんかじゃない。そんなことを言う奴らが狂ってる。ん？なんだ？どうしたんだ？ナイト君も聞こえない。声が。声？笑うなよ。花を咲かせるのが趣味って変か。本当だ。聞こえる。誰だろうこの人。優しい気持ちを感じる。健太郎、あなたは。同じ名前の花だ。綺麗だろ。あ、聞こえなくなった。あーちゃん、大丈夫？なあ、ケンタロウとか言ってたが、今の声のやつか？知ってるやつなのか？必ず助けるわ。なんだこれ。キシヌマくん、ダメ！え？もう嫌。口についてないよね。もう。これだけ古い建物なら当然よね。怖くないの？あーちゃん。見慣れてるから？おい、何かの残骸があるけど、
篠崎、その、残留思念だっけ、読めるか、このカビみたいなやつを。嫌よ。だよな。何も感じないわ。これはパンか何かね。スルーしましょう。なんか俺やることねえな。篠崎、空気が重いと思ったらあれが元凶ね。中で何か動いているのかしら。この気配は人じゃない何かだと思う。俺にだってやべえってわかるさ。なんか青い光漏れてるし。危険だわ、離れましょう。新しいわね。中島さん、よかった、無事みたい。足を引きずって歩いて怪我してるんだ。そうか、これは中島さんの残留思念。篠崎、どうした？何か見えるのか？ちょっと待って、今大事な。中島さん、ここで足の包帯を取り替えて。辛そう。あ、どこへ行くの？すぐ追いかけるからね。篠崎、なんで捨てちまうんだ？何か見えたの？随分と真剣な表情だったけど。友達が、ねえ、苦しんでた。ひどいことをする悪霊が許せない。友達って、鈴本か誰かか？岸沼くんの知らない人よ。え？あ、そうなの？行きましょう。つか、包帯、あれ捨てちまっていいのか？汚いから捨てていきましょう。汚い。
どうした？おまじないに使った布よ。友達のものだわ。本当に？どこ？あの暗がりのあたりに。おい待て！いるわ、そこに。ケンタロウ、トシヒサ。ナイト君！バカ野郎！足元を見ろ！ここに気取られすぎだろ。足元も見ろって。意外と危なっかしいんだなお前。恥ずかしいわ。ああ、何がだよ。って感じ。でもありがとうね。え？あ、篠崎？その、待て、誤解だ。俺は。ほんと仲良しよね。お似合いだわ。でもスキンシップは私の見えないところでやってね。ギャー！誤解崩壊大失敗！これよ、落ちていた布。間違いないわ。私の友達のものよ。名前はかすれて読めないけれど。ダメ。大きな声で誰かが怒鳴っている感じがするけど。名前やどんな人かまではわからないわ。そう。あの、篠崎。でも、この布があーちゃんの仲間が持ってたものなら手がかりになるかも。私、持っておくね。そうね。近くにいるかもしれない。探しましょう。なあ、篠崎、誤解。行くわよ。はい。もう何もないみたい。別のところ調べよう。誰かが水をやっているわけでもないだろうし、なんか不気味だ。誰かが水をやっているわけでもないだろうし、なんか不気味だな。何やってんだ！やめろ！あーちゃん！
ダメ！目を合わせないで！二人とも！大丈夫。あーちゃん！ダメ！お前成仏したってことなの？いいえ、どこかへ遊びに行っちゃったわ。悲しい場所ね、ここは。あんな小さな子までどこにも行けずに霊となってとどまっている。本当に元の世界に帰ることなんてできるのかしら？二人とも、これを見て。どうしたの？これ、ランがおまじないの時に使った布よ。聖外符って言うんだけど。ね、名前が書いてある。本当だ、小林ラン。かすれているけど、うっすら読めるな。あゆみちゃん、思念読めるかしら？やってみる。どうだ？近くにいるかも。行きましょう。え、手がかりもいろいろ手に入ったし、廊下の先に進んでみるか。そうね、行こう、あーちゃん。ええ。誰かいるぞ。落ち着いて、生存者かもしれない。と一緒に飛ばされたっていう。ひどい、こんな幼い子まで。篠崎、よく見ろ、同じ制服着てるじゃないか。もしかしなくても同い年くらいだろう。こんなに目を晴らして。あーちゃん！どうした？ひでな。何？ああ！篠崎、見るな！その人。死んでるの？怖かったよ。いきなり黒いモヤモヤが来て、剣棒が飲み込まれて、それで、
ったわ。それ以上言わなくていいから。ケンタロウ、こんなことってせっかく会えたのに。ケンタロウってまさかさっき言ってた。何でも出てくるんだな、そのカバン。そうね、もっと年相応の女の子らしいものが出てくればいいのに。あ、終わり。空気読めてなかったか。うん、気にしないで。明るく元気づけてくれようとしてるんだよね、ナイト君。ケンタロウ、生きてたら二人と仲良くなってたかも。あーちゃん。ねえ、夢？ケンボウ、これを夢に。約束守れなくてごめん。またその布。やっぱりそれも？ええ、私たちが行ったおまじない、聖外府の約束で使ったものよ。ケンタロウもずっと持ってたのね。約束守れなくてごめんか。バカね、どこまで律儀なのよ。離れ離れになったって、たとえ死んだって私たちは一緒よ。聖外府に誓った約束は私が守るから。ケンタロウくんの布なら、私が預かっているのはトシッサくんの布ってことか。ああ、光が布からなの？そうみたい。聖水に反応した。それとも。見ろ、壁に。はあちゃんだ。これも残留思念か。今度は俺にもはっきり見えるぞ。不思議ね。私の力というより
この聖外婦が意志を持って見せつけている印象だわ。川？あ、これおまじないをした時の嘘。さあみんな、せーので川に流すわよ。私たちいつまでも。お、いつまでも一緒だ。せーの。さあみんな、目をつぶって祈るのよ。ずっと一緒に、一緒にいられますようにって。おう、わかった。なあ、手つなごうぜ。いいわね、そうしましょう。ラン、お前は手届くか？この後に及んで子供扱い大許せんな、トシ。ラン、ちゃんと握っているぞ。うん、剣棒は優しいな。ほら早く目をつぶって、布が流れきっちゃうじゃない。わあ、なんかいいね、素敵。トシヒサってやつ、バカにしながらもちゃんと手握ってんのな。トシヒサらしいわね。ん？なんか無理してんのか？そんなこと。素直じゃねえやつ。ナイト君がそれ言う？なんだよ。ナイト君？ああ、ラン、二人はさっき知り合った仲間なの。あゆみちゃんに、彼女を守る、ナイト君。へえ、かっこいいな。やめろ。俺は岸沼よしきだ。ナイトでも何でもないからな。あ、見て、みんな目を開けたわ。おまじない終わったのかな。ねえみんな、もう行かない？トシッサ探さなきゃ。なんでだよ、何かの手がかりが映るかもしれねえだろ。でも、その…あ、夢、もしかしてあれをナイト君たちに知られたくない？よし、ちゃんと流れたみたいだな。バッチリ成功。じゃ、帰ろうぜ。腹減った。うん、私もペコペコだぞ。うわ、なんなんだ。ゾウ、いたずらか。まったく水が出せねえべよ。もしかして水田用の貯水パイプに詰まったのか、聖外婦。え、マジで。うわ、こっちまで音が聞こえてくる。ちょうどうちの便所が詰まった時と似た音が。近くまで行ってみよう。ブビビビー、ブビビビー。ラン、大丈夫か？完全に詰まってる。うおお、俺たちの未来、俺たちの絆。アジサ、謝りに行こう。え、アジサ。ダメよ、ダメよ、絶対ダメ。おまじないは成功したんだから。おい、アジサ。走るのよ、日の沈む方に走れ。待てよ。ゲン、ランを頼むわ。追うぞ。わかった、俺が背負う。
さ、逃げちゃダメだろ、まったく。あーちゃん？そうよ、ひどいもんでしょ。怖くなって逃げちゃったの。言い出しっぺの、一番罪のある、私が。何がおまじないよ。ずっと一緒に、よ。夢、落ち込むな。私なんかすぐ倒れちゃったし、倒れてなかったとしても、絶対逃げちゃうと思うし、しょうがないよ。んで、みんなバックレ続けたのか。いいえ、謝ったわ。私じゃなくて、ケンタロウか。そうなの？え、お前は？は、その、実は次の日に学校に連絡が来たのだ。布には名前が書いてあっただろ？それで分かっちゃったのさ。ああ、そうだったんだ。それで、名前が一番消えずにはっきり残ってた私が先生に呼ばれたんだけど、ケンタロウが、その、あの。なんだ？俺をからかってた余裕がなくなってきたな。やめなよ、岸沼くん。あーちゃんがかわいそうじゃない。悪い悪い。いいの。悪いのは私だもん。で、私たちをかばって、ケンタロウが自分から先生に謝りに行ったの。自分。それからさ、みんなギクシャクしちゃったのさ。ケンボウは謹慎で学校来なくなったし、みんな会わなくなっちゃってさ。転校の話まで早まって。私とランは、それからすぐに、セントクルスに。そうなの？その後、ケンタロウくんとは？ケンタロウには、何も言わずに、その、自然消滅、みたいな。あ、岸沼くん。別に、そんくれ気に病むことじゃないと思うぜ。そう。ケンタロウってやつも、お前を守りたくてやったんだ。望み通りになって後悔するわけねえし。ただ、今のお前の顔、見なくて幸せだったかもな。こいつ。ん？誰だ？アツさん、ランから離れろ。トッシー？トッシー？あ、もう一人のお友達？トシヒサ君？みてえだな。離れろ。ランのそばにいちゃダメだ。どういうことよ、トシヒサ。ひどい怪我、今すぐ手当てを。トッシーはもうおかしくなってるぞ。だから危ないぞ。騙されるな。そいつは危険だ。
離れろ、アンサー。何なの、どうしたの、あなたたち。おい、一体何があったんだ。みんな仲良しだったんでしょ。あーちゃん、あーちゃん、わかんないわよ。何でもかんでも私に聞かないでよ。あっちゃん、眩しい。やめろ、みんなやめるんだ。この声、ケンタロウ。やめろ。浮いて。やっと手に入れたぞ。誰？あなた、ケンタロウじゃない。この野郎、やめろ！キシネマ君！邪魔をするな。オイラン、望みを叶えるなら今だ。今度こそ年下を仕留めろ。後ろから床の穴に落とすなどの不確かな方法ではなくな。邪魔だったんだろう。嫁とやらに近づく汚い虫、そこにいる年下が。お前だけ幸せになりたかったんだよな。やめてラン、年下の記憶が映し出されてるのか。ラン、嘘でしょ。年下にそんなことねえ。信じられない、ランちゃんが。なんだ。アズサ、お前が一番面白いぞ。役者目だ。賢く立ち回ってるつもりか。爪が甘すぎる。歯がいいな。Thank you.
いる。あ、本当だ。は？キスした。本当だ。って。嫌なのか？トシさん、ごめん。やっぱりダメだと思う。私たちだけがこんな関係なんて。お前は常に心の拠り所が必要な弱い弱い人間だ。そうだろう。別れてほしい。なんでだよ。もうやめよ。私みんなと友達でいたいの。アツさん、おい待ってくれよ。納得がいかねえよ。調子のいいことを。年久から健太郎に目移りしたお前は、年久と別れもせずに健太郎に告白して振られたのだ。その翌日だな、この出来事は。この場で正直に言ってしまえ。転校先で全てをやり直そうと思ったのだろう。仲間も過去も全てを捨てて、たった一人でか弱い人間としてな。加護のもと、それにふさわしい生き方をするの。誰にも邪魔はさせない。聞いてれば。何よこれ、契約と話が違うじゃない。なんで私までこんなところに閉じ込められてるのよ。さっさと元の世界に返して。契約？あ、あーちゃん、どういうこと。うっさい。篠崎、打ち所悪かったのか。おい、まったく人間とは愚かなものだ。何言ってんの。あんただって命を持って遊ぶただの嵐じゃない、クソ悪霊が。そのクソを少しでも信じた私もバカだったわ。クソや、クソ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 。ゴミだ。自分だけ幸せになれればそれでいい。
様のは実にシンプルな欲望だ。まだ誰かとの幸せを望んだだけ。ラン、お前の方が高尚だったのか。私は夢と一緒なら、それで、あ、気持ち悪いんだよ。そして滑稽かつ愉快だ。ではそろそろお別れだ。篠崎歩美と言ったが、そいつも強い霊能力の素質を秘めているが、まだまだ未知数だが、うまそうだ。一思いに全員一度に殺してやるぞ。絶望を感じながら死ね。てめえ、私はまだこんなところで終わるわけには。私は救いの神ではない。命だけをおいしくいただいた。生に執着が強かった分、魂がこびりついていたので体から引き剥がすのに手間取ったがな。おい、何余裕かましてやがる。愚かなのはてめえの方だ。おい、アツタ。はい。何やってんだ。さっきみたいに悪霊を打ちやがれ。お前がもともと持ってた力なんだろ。ならそこでよく見てろ。俺が篠崎を守るところで。見てろ篠崎、俺がお前を守るんだ。離れて。 Right there. Make all the existence reduced to ashes.
やったのか。無事かよ、お前。名前。え？さっき、名前、初めて呼んでくれた。嬉しい。頼りがいのある人って素敵よ。ナイト君は、私を守るの。ね。やめろ！離れろ！そうだぜ。アジサはそういう女なんだよな。お前、生きてたのか！剣に乗り換えようとしたのも、白檀高等学校への転校が決まったって噂が立った時だ。俺たちの中で一番成績が優れてるやつだからって。どうせそんなところだろう。分かってたさ。相手は誰でもいいんだろう。みんなが振り返る。ブランドの服を持っていたいだけ。そんな感覚だ。なのに俺は、いつか振り向かせられると思って。なあなあ、こんな奴のどこが良かったんだろうな。近寄るんじゃねえ！ラン、お前さっき俺を突き落としやがったよな。あんな悪霊に乗せられやがって。ざけんじゃねえよ。本当、マジで。みんな狂ってやがる。手当てしてやろうか。待てよ。篠崎、大丈夫か？持田くん。ん？持田くん。助けに来てくれたの。ちげえよ。サトシじゃなくて残念だったな。でも安心しな。お前のことは。あゆみくん！おい！あっちゃん。ひどいことしてごめんね。悪霊を倒すのにいろいろ芝居を打つしかなかったのよ。そうそうそう、全ては悪霊が悪いの。いつの間にか入り込むって言ったでしょ。ねえ、やめて。やめてよ、もう話しかけないで。
早く追いかけたらどうだ。まだ間に合うだろう。岸沼君、行こうぜ。サトシたちと早く合流しねえとな。どうした？見て。きっと仲間を。あいつらの魂が本当に腐ってしまう。最悪ならな。岸沼君、あずさを救うことができなかったのは悔しいけどよ。すまねえ健太郎、情けないが俺は一人の女を守るので精一杯なんだ。何？私の顔に何かついてる？いや、なんでもね。行こうぜ。何よ、変なの。あ、私は悪魔、悪魔じゃはい、もう、私。生存者か。あなたは、大変。僕は木崎優也、白檀高等学校の2年だ。命あるものは、できるだけひとまとまりになって行動した方がいい。これだけ古いた、こ、見慣れ、この、何も感じないわ。なんか俺、やることねえな。空気、中で何このけ、俺にだっていい。危険だわ、離れましょう。なに、あーちゃん、ダメ。お前、成仏したってこと？いいえ、悲しい、あんな小さな子、ほん、はあ、二人とも、これを見て。どうしたの？これ、ほんと、あゆみちゃん、やってみる。ど、近く、え、そう。お、おう。包帯？まだ新しいわね。あ、おい、ちょっと、なんか、たくさん話したい。篠崎？何、友達？友達、岸沼。さつか、包帯。汚いから捨てていきま。どうした？おまじないに使う。本当に？あの。おい、待て！いるわ、そこに。バカ野郎！
足元を見ろ。危な、あ、いい、うやはい。でも、ありがとう。え？ほう。ギャー！誤解！これよ。そう。あ、でも、そ、なあ。行くわよ。はい。手がかりもいろいろ。そうね。ええ。落ち着いて。生存者か。本当？よく怖く。この子。篠崎。あ。あーちゃん。どうし。何？篠崎、見るな。わかったわ。ケンタロウって。そう。なんてこった。なん、そうね。あ、ケンタロウ。あ、ねえ。あ、またその、ええ。約束守れなく離れ離れ安心して。あれがケンタロウくんの布なら、私が預かっているのは、トシヒサくんの布。あ、光、そうみたい。見ろ。はあちゃんだ。これも、残留思念。不思議ね。私の皮？あ、これ、おまじないをしたとき。さあ、また。お、一緒だ。せーの、さあ、み、お、な、ら、ほら、早く、目をつぶっ、わー。年久ってやつ、ん？ないと、あ、やめろ！あ、見て！なんで、でも、あ、夢、じゃ、うん、私もペコペコだ。いたずか、もしかして、近くまで行ってみよう。ビビビ、完全に、うわ、あずさ、あずさ、おい、走る、わかった、あずさ、逃げちゃダメだ。あーちゃん、言い出し、夢、いいえ、実は、なんだ、やめ、いいのって。それからさ、ケンボ、私とラン、そ、ふぅ。あ、騎士沼。別に、ケンタロウってやつ、今のお前の顔、みんな、誰だ？あ、トッシ。みてえだな。離れろ。ダメ！え？騙さ、なんなの？の、あ？みんな、はあちゃん。わかんないわよ！はあ、ちゃん、うわ、うん、いや、みんな、け、ケンタロウ、いや、め、ろ、あ、け、ケン、誰、あなた、ケンタロウじゃない。あこの野郎、やめろ！うわぁ！岸沼くん！後ろから行く。邪魔だった。あれだけ幸せ。あ、なにこれ？年下くんの生涯歩が。信じられない。なんだ、賢く立ち回ってた。あ、あ、本当だ。って、お、お前は、もう、あずさ、おい、待ってくれよ。年ひすこの場で正直、仲間も過去もす、ねえ、ねえってば、やめ、おい、名前を、私はさ、選ばれし存在なのよ。あ、だめ、ゆみちゃん、どいてよ。なんで
に閉じ込め契約うっさい篠崎篠崎そのクソを少しでも信じて私もゴミがまだ誰かとの幸せを望む私はなあ聞きたいほら言ったほらほら篠崎てめえ私はまだ欲にない貴様らを助ける代わりにとそんなだが正にしおいくっ貴様何余裕かましてやがる愚かなのはてめえの方だおい、あんた！はい！何やってんだ！さっきみたいに悪霊を打ちやがれ！お前がもともと持ってた力なんだろ！ならそこでよく見てろ！俺が篠崎を守るところ！見てろ潮崎俺がお前守るんだあ離れてプライドメイクオーディーグお前は赤い服え？さっき頼り やめろはあ、剣に乗り換えよう俺たちの中分かってたさみんなななら近寄るんじゃねえふざけんじゃねえよおい待ってく追いかけ岸沼君行こうぜサトシたちと早く合流しねえとなどうした見てしてるように最後まで信じていたんだよな大切なお前は守ったぜ仲間をあいつらの魂が本当に腐ってしまう岸沼君あずさを救うことができなかったのは情けないがいや何よ変なの幸せの幸子さんのアリウがあるって聞いたから泳がせてみたけど、お母さんが持ってた本の方法と元は同じなんだね。まねっこは嫌い。幸せの幸子さん以外は全部、幸子が潰しちゃう。笑っちゃうあずさって女。自分でさっき、性外婦の悪霊を聖水で殺したと思ってるんじゃない幸子が殺したんだから。
Thank you.